お前にはまず私の妹として王宮の人間としてふさわしい教養と礼儀作法を身につけてもらうことになる。お前がどう考えているかは知らないが、これからはお前の兄であると同時にこの国の最上位の者として命じていく。何も案ずることはない。良い家庭教師をつけるよう段取りはしてある。すぐにここの生活にも慣れるだろう。お前は早くこの国の姫としての振る舞いを覚え、立場を自覚することだ。ひとまずこんなところか。お前はこれからこの国の姫として知識と教養を身につけた後、嫁ぎ先で恥をかかないように、伝達すべきことは以上だ。もう下がってよい。失礼します。おはようございます。お初にお目にかかります。この度は最高責任者であらせる本日より姫様がきちんとした人間、つまり至らぬ点、あなたのような常識知らずには、ということです。いい加減にしてく、いいですか。あそこに見える茶屋も写真屋も、もう少ししたら実際に町に、しかし町にはごく一部ではありま、もちろん万が一の際は、とはいえ基本的には平和な町です。そういった興味はぜひ勉学に向けてください。人の言葉に文句を述べる前に、念のために申し上げておく。もちろん姫様としての品位、先ほども申し上げました通り、明日姫様がこちらに向かわれるですから、誰が作っているかわからない外でのお食事なども、さあ、今日はこれくらいでよいでしょう。もうすぐ夕食のお時間ですから、それまで休憩なさって構いませんよ。ただし、明日の座学の時間までに、今日、失礼し、当然のことでございます。
どこ見てんだ、気をつけろ。ったく。ちょっと待ちな。ああ、って、おい、やめろ。鼻、捕まりたくないなら危ないとこ。なんだ、いいよいいよ、この町には相手に気づかれずに済む。こんなに可愛い女の子を獲物にするなんてな。丹波さん、悪かった、もうしない。もうやるなよ、はあ、て、お礼なんて。悪いな。まあ、そいつの答え。じゃ。まあな。でもここは茶屋じゃなくて純喫茶。知らないのか。まあ。なんだ。ああ、いやいや、喫茶店に、それにここは俺、絶対そういう反応されるんだよな。それに金がない。ま、これも意外な一面ってことで、あんたの中の俺の危ない、驚かしちまったか。うん、あ、おう、そっ、お待ちどうさま。それならよかった。こんな可愛い子の、ああ、と、ああ、ふん、ま、あんた。そっか。ほら、もう言う。ごめんごめん。よかったらまた。お。おい、こんなところで何を。そうか、無事。
おはようございます、姫様。では前回となるはどうかされ丹波。まああまりいい噂は聞きませんね。革命軍だけでも手を焼いて。ところで、お久しぶりって、昨日はわっ散歩ああせっかくだ。いい香りだろ。当たり前だろ。よし。ああ丹波さん、また店ほっぽり出して女の子くどい。お前失礼だな。どこをどうって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 すみません。これ以上なんか言ったら悪いな。丹波さん、いい加減店を開け。わかったわかった。おい。今日の開店、お腹。丹波さん、うるせえ。ここは純喫茶だ。はいはい。はい、お待ちどうさ。それはよかった。うん？なあ、そうかそうか。丹波さん、なんだ？手伝い。丹波さん、こっちは。丹波なんだ。ま、そう、洗い物とか。助かったよ。客に文句を言われないし。ああ、女の子に前掛け姿で。おはようございます。天崎さん、本日より正午から日没まで。そうか。ぶ。当然ですが、私の座学は手を抜きません。かくして現在は中央都市にすべての実験が終了。
はい。いや、俺。ああ、そ、へえ。親がそんなんだと大変。丹波さん。ああ、君は昨日の。すこったくだらしねえな。え、あ、この前って。そんなに。参ったな。とりあえずあ、ね、せっかく申し出てくれたんですし、おね。何どさくさに紛れて文句言って、つい、す、ま、それじゃあ、悪いんだけど。お、ずいぶんと可愛らしい。はいはい、こい。なんだよ。いや、そう。はあ、手伝って。いや、ああ、やっぱりせ。あと、あんた自身は。あの子すごく可愛いよな。なんで俺がお前に紹介。怒るなよ。ダメだ、あの子は世間知らずって言う。だから。へえ。せっかく来てくれたってのに、今日も手伝わせちまって悪く。いや、いいんだ。いや、うん、今に始まったことじゃない。礼になる。お、俺は、そこのカップを。なんか、まあな、いずれ。奥さん。あれ？いや。夫婦な。あんたの反応が面白いから。俺と夫婦になるって冗談でも。よ、なあ、もちろん、いつも同じ調子でい。
ああ、いらっしゃい。いや。ああ、今日は定休。そんなの気に。おう。ってことで、今日は俺が案内してやる。おお、丹波さん。あら、お店を。ん？なあ、そうか。それ。そりゃよかった。おお、そうか。それはもちろん。ちなみに、あの2匹はつがいなんだ。悪い悪い。おう、こ。休みの時は毎回行くな。ここら辺じゃ。ああ。それじゃ。おう、俺も好きだぜ。ああ、ごめん。ああ。よし。おお、丹波さん。で。お前な、俺また振られたんですよ。しかもそんな理由かよ。俺が振られたってのに。悪いな。どうだった？たく、いつもは冗談で言ってるけどさ、それに。ちょっと距離が近い。いや、なんであんたが謝るんだよ。お、それはキャラメルといって、近頃牛乳と砂糖と蜂蜜を温めて作るってくらいだな。ああ、そうだ。徹夜でもすれば作れるんだが。お、これならいけそうだな。それじゃあ品書きに付け足しておかねえとな。ああ、そうだ。俺は字が下手なんだよ。
あんた頼む。お疲れさん。これは、うん、礼を言うのは俺の方だ。あら、別にいいわ。ねえ、そりゃもちろん。って誰でも口説いちゃうのよね。それもそれで、このままだとかわいそうだから早めに言っておく。近頃はあなたといる時間が長いようだけれど。うわあいつも言い方がきつい。こんなとこ、なんでもないって顔。当然だろ。さっきあいつが来た。はあ。気にしないでくれ。悪いやつじゃないんだが。姫様、ご就寝前に申し訳ありません。いえ、お話、特に要件がないようです。まだ何か。そうですか。なあ、明日。そうか、明日は祭りがあるんだよ。どうせ待ち、心配いらねえよ。
当たり前じゃねえか。友人？な、まあ可愛い子見ると。とにかくよし。このくらい規模がでかいのはかっきく ねえ君、よかったらさ。ごめんごめん、見失っ、だから言ったじゃねえか。引っ張って悪い、俺もすっかり油断して、子供より俺がしっかりあんたを見て、食い物もいいけど、それは俺の店が一番だからな。あ、でも俺は初めて会った時からあんたのこと可愛いって思ってたし、うん、お、あれな、これでこの子に、はいはい、やっぱり知らなかった。ダメだそうだな、いや、あんたがあんまり、まあ物はあそこにある景品を狙う。お、はい、おう、ありがとう。おお、射的の景品にしてはなかなかいい品じゃないか。いや、それはせっかく祭りに来た。そんなにいいものじゃないかもしれねえけど、今日の気、おう、もちろん。やったことないだろうと思って連れてきたけど、やってことで、いや、一発しか撃ってね。え？よし、
見つけた。ごめん。もう。おい、どうした？なんで謝るんだよ。本当にどうしたんだ？どこか痛いのか？おい。それで、はあ、でも、はあ、なんだよ。なあ、さ、言いたくないなら言わなくていい。ああ、そりゃそうだ。そうか。打ち上げ花火。お前にとってこの町は、だから、そうか。それじゃあ帰るか。花火が終われば、もう祭りもしまいだ。そんな、そりゃ店をお前たちに任せるなんて言ったら、だからってひどいですよ。どうせ行く相手もいなかったんだから構わねえだろ。そういう問題、祭りに疲れた人が店に来るのは毎年の、なあ、わっつっ、なあ、もう丹波さん、この、おお、悪かったな、助かった。それじゃああんたと祭りに行けないじゃん。そうじゃなくて、祭り、そう言わないでくれよ。ああ、店を出してからはな。それに、どうしてって、そんな慌てるなって。ま、だからどうだってわけじゃねえ。いや、まあ、どのくらいの家かは知らねえが、とりあえずここにいる間は、ま、ご、それで、あんたくらいの歳なら結婚してもおかしくね。おい、青い顔して立って、ああ、そういえば姫様は毎日じ、まあ、ものは言いようですね。せっかくの自由時間に、あ、そうですか、
最近とある喫茶店に若い女性の給仕が入ったそうです。まあ私としては勉強なんだ、どのあたりが呉服屋のあたりよ。今若い衆、俺たちはよし、わかった。はい、お嬢さん、見に行って、君が火事に。おい、危ないって。お嬢さん、探しましたよ。さあ王宮へ帰り、天崎宗師様より連れて。はい、私ども。それは私、兵を出して王宮の守備が手薄になっている間に、この王宮が革命軍の標的となった。なぜそう断言できるんだ。そもそもこの火事だとて革命軍の仕業かもしれないだろう。幸い風の助けもあって、火はこの王宮とは逆、考えられ。お前がそれほど肩入れするとはな。様、町の様子がいいですか。あなた、町の様子が気になるからと分かっていただけたようで何よりです。姫様、どちらにおいて。それなら私、姫様、そうでしたか。それでしたら今度、それ以外のご用件も。どうかなさいま。天崎様は。それはいけません。なりません。丹波さん、
あんた、町がこんなだっていうのに遊びは、そのくらいにしておいてく。どうしてここに来たんだ。ああ、それならもうよ。そんな言い方も何も、ほ、あんたがどういうつ、いいって。いい加減、後片付け。今日生きていくのに精一杯の奴らからしたら、な、あんたにそんな気はないかもしれん。やっぱり、あんたと、はぁ、また誰かに何か、これからここで物資の分配と、ああ、なあ、まだは、まあただのど、まあどこぞの御令嬢に、本当は、さあな。でもあいつは、どうする、これから移動して手当てだな。あ、ふん、いや、いや、明日はいい、物資がないんだ。応急処置のための包帯や薬もないから。そうかもしれないな。お前は随分とし、ではどうして市中の武士、ふん、中央都市に来たばかりの、話は終わりだ。やはり確か、か、姫様、お待ちください。なりません。やはり、それでは先ほどの件、通していただけますか、姫様。これまでのことも、姫様、お言葉ですが、何かおっしゃ、そうですか。
それで、そんな、今の調子でいられては困る。社交界おはようございます。宝物庫から数点の貴金属兵の巡回も以前より増え、いえ、職務ですから。一曲踊っていただけます。天崎様に妹君がいること、お姫様。おいおい、マナーが、あいにくそんな高等な曲、何を勝手なことを言って、え、そうだ、あれ、それじゃあ改め、だからよくもひどい態度してくれたわね。それは、やっぱり、いや、あんたか、町や俺たち、ああ、おい、いつまで、皆様、驚かせてしまい、もう本日皆様にご紹ちょうどよかった。あんたがなかなか喫茶店に来ない。
丹波さん。標的は見つかった。あとは俺だ。え？俺がこんな女。そうじゃな。いいから。わかりました。あんた、あいつらのことはわかるか？ああ、そうだ。で、俺もその一員ってわけだ。なんだ。まあ、それでもいいさ。抵抗しないんだな。やっぱり、天崎宗師よ。この王宮であんたに会った日、俺は、しかし、物資だけじゃない。あんな払えないものは、そのせいで。話しに行ってダメだったんだ。おい、飯をも。ダメだ。は？それなら、いや、なんでもない。あんた、自分が捕まってるってわからないのか？あんたがあの男引き込めば金を巻き上げられるかもって思って、あ、ま、最、あんたのおかげで助かったよ。試しに入、あれはもともとだから、飯を持ってき、ああ、隠していて、あい、この状況でそんなことを気に、器は暗くて悪いな。なんだ、ああ、まあ、ジョーちゃんが。いや、ああ、丹波さんをあまり悪く俺たちのリーダーみたいになってる。とにかく。ここを出るぞ。あんたの兄貴が行動を、ああ、と言っても怪我ね。今の最高権力者になってから言っとくか、
そりゃそうだよな。俺たちは王宮に行く。待てねえよ。俺は あいつら、そんな顔しないでくれよ。ああ、俺たちが直したいのは政治体制だ。まあ。もちろん無理自由。そんな奴らのためにも頼む。なあ、そうか、あんたに泣かれた。そうはいかねえよ。お、来た来た。遅いですよ、ダンバス。もう来ないかと思いました。おいおい、いやその子といる時のダンバス。ああ、二人でどこかに。はあ。言ってなかったか。よし。この国を変えるのが最優先だからさ、あんたのことだよ。って、でも、タンバさん。へえ、革命。それじゃ、それにしても、知らないんじゃないですか。ああ、それはありそうだ。おい、あの、すみま、悪いな、気を使えない奴らで。兵は本当に、へえ、確かにそうだな。でもあんたっておしとやかに、嫌いじゃねえよ。タンバさん。緊張感が足りないですよ。あい、今のはいつもの。タンバさん。
どっちだっけな。ちょっと丹波。おお、そうか。俺とあと数人で、あんたはど、俺たちはどっちで、そうか。よし。おい、な。お前も来た。お前が町の奴らに入れ込んでいるのは知っていたからな。ああ、そういうこと。おい、ゆっくり。は、好きにしろ。逃げる気はない。安心しろ。俺たちの目的は、なぜそう思う。分かっ、丹波さん、ここに留まっている理由はな。ああ、分かってる。たわく、今に始まったことじゃねえ。何をバカなことを言っているんだ。こいつらが入ってきた時点で。天崎様。おい、貴様。なあ。ああ、仲間から。これで形勢逆転だ。くそ。はっ。姫様、革命。おい、姫と天崎は俺たちが連れて帰る。手出しするんじゃねえ。姫様。くそ。いい、丹波さん、ここは。天崎が目の前にいるのに。丹波さん、もう無血革命なんて言ってられないんじゃないか。戦うしかないけど。大丈夫だ。おい、俺じゃねえ。俺でもない。すみません、丹波さんたちの帰りが遅いんで様子を見に来たんです。でも貴様らに選択権はない。か、火事です、天崎様。いや、俺はそんな指示。何をとぼけたことを言っているんだ。天崎様、王宮内が。この部屋の賊は俺。ですが、賊どもの始末は。すぐに迎えと言っ、は、聞こえなかったのか。
命令ですが、この程度の。わかりました。あんたがか心配するな。よし。おい、丹波さん、どうするって言ったって。そうだな。おいおい、大丈夫だって。それじゃ、そうな。本当か。よし、つき。もしもその子に何かあったら、丹波さんが暴れそうだから。はあ。はいはい。のろけは。それじゃ。壁が。待て。うるさい。先に行け。止血したおかげで私は。悪い。もう無理だ。昨日の火事はすごい。国命軍。さあな。でも確かにな。それにしても成功しててほしい。お帰り。散歩は。いや、大丈夫。ああ。そうか。ごめん。そうだ。あんたは案外。そうか。明日にでも町のみ。そうか。あれ、あんた真面目すぎ。あんたがいたからい。ごがえ。お、その通り。おい、もちろん。たお、お、ごがえ。何言ってんだ。あんな綺麗で。それじゃ。これからはもう少し。おい、夜には飲み会。なんで他人。あんただ。
はあ？丹波さん、配り終わったんですけど。ああ、今行く。なあ、お嬢。け。あんた。なあ、聞いて。なんだって？なんでど。浜崎のせいで。謝っ。おい。俺は革命軍の。どうしてって、あの。何を言っているんだか意味がわからねえ。それでも文句が。な、くす。そうしたら取りも。お、元。はじめは姫様なんて、って。てわけで、俺だけじゃなく、それなんだが、大丈夫だ。知っている奴もいると思うが、俺たち革命軍はあの天崎宗氏の妹を仲間として迎えている。は、どういうことなんだよ。仲間になんて、その人。今文句を言う。あいつは、あいつの協力なしで、お前ら、しっかりこいつの顔。いいんだよ別に。俺たちはただ悪いが、しばらくは出かけるときは俺に声をかけ。はあ、ただごめん。あんた、ありがとう。誤解って。なあ、なあ、あんたのことが好きなんだ。俺は、あ、ああ、ありがとう。へえ。なんだ。違うわよ。最近の丹波がぼーっと。そんなむせ。どうかしら。いきな。気をつけた方がいいわよ。おい。はいはい。お。わ、悪いな。そりゃよかった。我慢できなかった。おい。え、見てなかった。何言ってるのよ。ごめんな。ねえねえ丹波さん。うるせえぞお前ら。まあよし、お前ら。